そうするとその前でさ、俺適当なことできねえなってね、はい、思うんです。高校3年生のね、受験組のみんなのとこ行ったら、俺もさ今日頑張ってやってきたよ、だから勉強頑張れよって言うとね、 OK って言ってくれるんで、はい、こっちもねその姿を、やっぱりね、あの高校生に言われたの、高等さん今日も朝からライブやってましたねとか、はい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 、で、あ、俺もさ、まあ気抜かねえよ、毎日頑張るからさって言ったら、あ、俺も受験頑張りますって、全力を尽くすことが大事です。なんかね、そういうことって、あ、やっぱ見られてるわ、そうですね、思ったりして、そっか、じゃあ俺も頑張るから君も頑張れよみたいなことがね、やっぱり応援して、なんか逆にこう応援が返ってくるみたいなところを今ね、高校3年生となんかうんと通じ合うところです。なるほどね、はい、まあさっきの今日やんなくていいか明日にしちゃうかみたいなところを、みんなもう迫ってきてるわけじゃん。そうですね、今日はここのテキストやろうと思ってるけどさ、ね、後回しにしちゃった自分なんかもいるわけだろうしさ。そうですそうですそうです、ね、そうです、わかります、そうすると大人としてもさ、今日のことをちゃんと今日できてますかっていうふうに、まあ、見られちゃってるから、そこをね、やっぱり大人としても緊張感持って、生きていくことを、中学生高校生に見せたい。そうですね、見ていただきたいですね、実際、はい、で感じてもらうっていうことが、はい、多分ね、そのキャリアっていう考え方あるじゃないですか、あの人生設計ですよ。そうですそうです、自分がどういうような未来の自分を作っていきますかっていう、キャリアオーナーシップとかって言うんですよね。あの要するにオーナーっていうのはその持ち主、所有者のことなので、自分の人生のキャリアをオーナー、つまり君自身が自分のオーナーとしての人生を作り上げていくっていう考え方ですよね。そうなんです。キャリアオーナーシップ、はい、中学校とか高校で学校でやり始めてるね。そうですね、あの総合学習の中で自分のキャリアをどうしたいのかっていうことの探求を生徒さんたちにしてもらってるんですよね。やるよね、はい、それでそこに例えばもう社会人の先輩の方とかが行って体験を語ったりとか、そうですそうです、あと自分が調べたい職業を調べたりとかするんですよね、しますね、だからそういうところはやっぱり自分のさ、未来にどんな自分だったらば満足かな、幸せかなってな、これ考えてたの俺も40年前のこと思い出すわ。ですね、私も、あ、みんなにさちょっと話するとさ、後藤は40年前中学3年生で受験をして、で、セミネ中学校から、ね、横浜にある工業高校を受験しました、あ、そうなんですね、ですからね、もうそこで自分の未来っていうのは工業高校、そこね、自動車メーカー系列の、ね、企業内高校だったんで、そこの学校入るとそのメーカーに就職できたんですよ。はあ、あのゴーンさんがそういた会社ね。あ、わかりました。そう、ゴーンさんが来る前の時代だったけども、で、なんでかっていうと、うちのね、親がね、自動車整備工場を経営してたんですよ。あ、そうなんですね。そう、あ、で、セミネのその自動車整備工場の会社を次ぐ長男の跡取りだったから、これはね、メーカーに入社して、そのキャリアを持って帰ってきたら、ちょっと箔がつくじゃんみたいな、その田舎の整備工場の跡取りをした時に、俺はメーカーにいたんですよって言えたらかっこいいじゃん。なるほどですね、そんなイメージでその高校選びをしました、ね、当時はね、あの昭和のまだまだ60年、59年ぐらいですね。めっちゃ景気いいバブルの前の頃です。で、その当時はね、トヨタ自動車とか、それから東京電力とか、それからゴンさんの日産自動車、こういうところね、会社が高校を持ってたんです。へぇー、あの自衛隊も高校を持ってますよね。今でも持ってます ね、はい、それで、あの工科学校っていう人たちとか、東電の高校生、トヨタ自動車の高校生と、私も日産の高校生で、
会社別の高校で運動会とかするんです。あ、そうなんですね。へんてこな高校の、経験をしてるんですけども、はいはい、うん、あの一般のもちろん英語とか数学もやるんですけどね、はい、うん、その他にやっぱり電気の詳しいこととか、あとは自動車のエンジンの詳しいこととかやるんですよ、はい、そうするとメーカーに入った時大卒と高卒の間で入れるみたいな、あ、うん、まあ、現場リーダーみたいな、うんうん、雰囲気の先輩たちももうみんな毎年ね450人ぐらいから入社してます、うん、1学年ね500人いる、はいはいはい、寮生活3年やったんです。あ、そしたらね3年生の冬にねうちの会社倒産しちゃったんですよ。あ、そうなんですね、はい、ですから後藤もそこでいや自動車の勉強したけど、はい、ね、あの自動車の整備士の免許とかもその高校の時に勉強するんですよ、はいはい、うん、でそういうのもやったけど、はい、自動車屋継がなくても良くなったら、はい、そしたらね今度はねテレビとか広告とかイベントとか、うん、バブルって言われた頃なので、はいはい、うん、そういう時代にそういう華やかな業種に憧れて、はい、ね、365日休みのない地獄の業界に入りました。あ、そうなんですね。そうなんです、うん、そして36歳まで東京にいて、そしてこちらに登米、サムマに来て町ナビを出し始めたのが17年目。あ、ね、ほらこのキャリアはさ俺が計算してできてるかって言ったらもうその時はね悩みながら進んでますよ。そりゃそうですよね、ね、うんうん、親もね倒産しちゃった俺の人生どうしようみたいなこととかもあったしさ、うんうん、だけど今もね役に立つのは例えば、これ録画とか録音とかの機材をセッティングしたり、はいはい、いろんなこうなんつどれとどれ組み合わせるといいんだみたいな、はい、うん、そういうね、はい、機械系のセッティングを出したりするのは工業高校出ててすごい役立ってる。あ、なるほどですね。うんうん、うん、わかります。なんとなくわかります。なんかほら分解してこっちとこっちこう組み合わせる。はいはい。うん、やっぱりねあの売ってるものそのまんまじゃねうまくいかないことがまあまああるんですよ。はい、はい、だからカスタマイズするっていう上ではそういうね工業高校でやったことがすごい今自分の、うん、有利なとこだなとも思ってますから。うん。うん、今工業高校にあの撮影に行ったりするとお前らの人生が結構面白いあの、うん、技術をたくさん身についてるから将来役立つぞって、はい、うん、言ってるんです、うん、工業そうですねおっしゃることからすれば、ね、はい、あとはねあと商業系とかビジネスとかの高校生に会った時も、はい、俺も毎日その編集ソフトをたくさん動かしてますか、はい、そうするとねそういうことの初歩を、ね、やったりしてるんですねデザインとか、うんうんうん、だからあそれがそこまでできるんだったら、うん、将来は入社した会社でデザイン担当なんかなれるぞ、うん、なるほどね、うんうん、そういうようなことがね、はい、うん、55まで自分がやってきたことの経験を、はい、今の高校生を見ていると、あ、その調子そのままいけいけそれでいいんだぞって、うん、うん、自分の通過点を見てるようで、うん、分かるんですよ。